エフゲニー・パーブロビッチ・レオーノフはソ連及びロシアの俳優、声優である。1926年にモスクワで航空機エンジニアの父・パーベルと専業主婦の母・アンナとの間の次男として生まれる。第二次世界大戦が始まるとナチスの進行により学校での勉強を中断せざるを得なくなる。航空業界で働くことになったレオーノフは モスクワ航空技術学校で学ぶことになるが、学校でのクラブ活動でアマチュア演劇に触れたことをきっかけに1943年にプロの俳優となることを決心する。モスクワの劇団の入団試験を突破して演劇クラスの生徒となり、昼は工場で働き、夜は演技を学ぶ生活を続け、1947年に俳優として卒業する。しかし、 なかなか役がつかず、映画のエキストラで食いつなぐ状態が続く。1949年に、早くで映画デビュー、1950年代半ばから徐々に大きな役がつくようになる。1960年代からは、声優としても活動するようになり、1970年代になると、脇役だけでなく、特にコメディ映画で主役も務めるようになり、 ソビエト連邦及び後のロシアを代表するコメディ俳優の一人となる。1994年に新近高速で死去。妻ストイロババンダ・ブラディミロブナとの間に生まれた一人、息子アンドレイ・レオーノフは俳優となる。ロシアの風景が焼かぐ、骨董品などの美術品収集家としても知られ、モスクワの自宅は美術館のようだった。ありがとうございます。